さんこんにちは、レアルステート金沢で岩崎です。あっという間に2021年になりました。明けましておめでとうございます。年末に放送されてた嵐の最後のカウントダウンライブをご覧になってた方も結構多いんではないかなと思うんですけども、私も阿部さんと斉藤さんと一緒に3人で年末過ごしてて一緒に見てたんですけども、すっごく感動して、今日はそのお話を少しさせていただこうかなと思います。私は正直特別嵐のファンというわけではないんですけども、ライブの終盤のシーンで嵐のメンバー一人一人が自分の思いを語ってくださってたところがあるんですけども、そこですごく共感したというか、恩の子が話してた内容の中で人間力っていう言葉が出てきたんですけども、恩の君はその感謝しているところは人間性、気配り、気遣い、感謝の気持ちと、あとは何か人にされたらありがとうと必ず言うっていうことを、そのメンバーたち全員がずっと変わらずに続けてきてくれたことによって今の自分があるっていうところで感謝してるっていうお話をしてくれてたんですけど、そのレアルも人間力っていう言葉をすごく大事にしてて、こうスタッフの教育とか指導とかする際に人間力を磨くっていう話がよく出てくるんですけども、私たちはアイドルではないんですけども、でもどうやったらこうお客様に喜んでいただけるか、どうしたらレアルを好きになっていただけるか、ファンを増やせるかっていうお話をするんですが、やっぱりそこで人間力っていうお話が出てくるんですけど、やっぱり技術だけではファンっていうのは増えないので、人間性を磨くのがすごく大事だねっていう話をよくさせていただいてるので、その大野くんの話を聞いてとてもグッときたっていうことと、あとは桜井くんが一番最初にファンの方に向けて感謝の気持ちを伝えてたところで、ファンの方にはこう自分たち その夢以上のところまで連れて行ってもらったっていう言い方をしてくださってて、そこが本当にすごく素敵だなと思いました。やっぱり私たちもそのお客様がいてくれるからこそ そのレアルがあるので、あとは桜井くんが一番最初にこうお話をされてて、ファンの方にお礼をしてたんですけども、そこでそのファンの方々には自分たちの夢以上のところまで連れてってもらったってお話をされてて、もうそれがすごく素敵だなと思いました。私たちもやっぱりお仕事をするにあたって仲間もとても大事なんですけども、やっぱりお客様がいてからできるお仕事なので、こんな思いでこの方たちは仕事をされていらっしゃったなって思うと、すごくこう胸に響いたというか感動したなと思ったんですけど、でこう嵐ってあんなに人気があったグループなのに、こう最後まで天狗にならず、あんな謙虚な気持ちでお仕事をされているんだなっていう姿がすごく素敵で、なんか仕事というよりも彼らの生き方が本当に素敵だなと思って、今日お話をちょこっとさせていただきました。ありがとうございました。ちょっと上手にまとめることができなかったんですけども、そうですね、2021年はもっともっと自分を磨いて人間力をもっと高めて、お客様にもっと恩返しができるように頑張ります。今日もご視聴最後までありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンやコメント欄にコメントをぜひお待ちしております。ありがとうございました。